っと生々しいね。ああ、盛り上がってらっしゃいます、周りが。本当？それはどうなんだ？よいしょ。やっほー。こんにちは、小原好美です。小原の部屋へようこそ。はい、なんとですね、今回収録しているのが6月なんですけど、もうあっという間に半年、なんと9ヶ月経っているんですよ。早いですね。一番最初に YouTube 始まりますよって言ったのもこのお部屋からスタートしていると思うんですけれども、だから10月の下旬11月ぐらいからスタートしてるので、まあ、もうちょっとで1年ぐらいっていうことなので、ちょっとこの番組について振り返っていこうかなと思います。ということで、源田さんがいらっしゃるので、で今日なんですけど、はい、結構久しぶりじゃないですか、このスタジオ。確かに。でこのスタジオでどうしてもやりたかったことがあるんですけど。あ、え、怖い。何だと思いますか？何だと思いますか？初心に帰っていただいて。反省ですか？なぜギターは出てこないんだとか、そういうことですか？じゃないです。ではまあ、ここから始まったので、うん、今日ここでやりたいなと思ってまして、ああ、この間10万人突破したじゃないですか。 あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あるものが届きました。うわぁ忘れてた。こちらを今日は買います。いやすごい、外国から送られてきた感すごい、初めて見た。ぜひ開けてください。いいんですか？ピザみたいに開けるんだね、これ。あ、すごい。へえ。あ、わ、初めて見た。あ、割愛します。うわ、すごい。すごい。待ってね。待ってね。あ、映る、映るぜ、映るぜ。じゃーん。じゃーん。あえて映す、みんなを。すごいね。名前入れられるんですけど。本当だ、小原好美って入ってる。ひー、なんか新品の家電製品みたいな匂いがする。なんでもないです。ちょっと本当はイベントに間に合わせたかったんですけど、うんうん、間に合わなかったので。いやいやいや、多分次のイベントには会場にもしかしたらあるかもしれないです。ロビーのところに。皆さんは匂い嗅がないでくださいね。すごいですね。へー、ありがとうございます。じゃあこれは今後、あ、で真ん中開けてあるので、ぜひ今飾っていただいて。あ、今いいんですか？はい、よいしょよいしょ。ここここ、うん、はい、ちょっと失礼して、あなたはどうしたらいいんですかね。立てかけるあれが、ちょっとちょっとあなたいいですか？ちょっと後で救います。ランタンを次回にはちゃんと立てかけるやつを買ってきます。あ、机とかでも大丈夫。ちょっと大事なメンバーなんで持っておきます。はい、ありがとうございます。いや、みんなでいただいたものですね。一気に入っていた YouTuber を撮ってみました。一応 YouTuber みたいです。よろしくお願いします。じゃあこのまま本題続けて始めます。はい、はい、まあ、9ヶ月ぐらい経ったんですけど、はい、ここまで率直な感想っていうか、何か思うところとかありますか？まあ9ヶ月って先ほどお話ししたんですけど、正直10万人このスピードで行くと思ってなくて、チャンネル立ち上げた時にお声掛けしてくださった方に、半年で10万人行けたらいいなと思っているんですって言われた時に、その話を打ち合わせ終わった帰り道、マネージャーさんと駅で、いや、そんなそこまで行くと私は思えないって言って、自分に自信がないので、たら、いや、でも面白そうですよねってマネージャーさんも当時言ってくださって、で、まあ、いろんなことが初めてっていうチームでこう集まって始まったんですけど、ありがたいですね。あとはやってきた企画が、普段私も YouTube 見るので、いろんな好きな方がやっている企画をそのまま私もできるんだと思って、多いやつだって ASMR とかもそうだと思いますし、いろいろやりましたね。クリスマスとかケーキ作りたいって言って、なんか闇の家みたいなのができましたとか、でもいろんなことできて
だんだんこうお外にもロケにも行けるようになってきて、なんかでもまあこれからなのかなと思いつつ、基本私一人しか映ってないと思うんですけど、でもなんかみんなでこうワイワイできるチャンネルになってきたのかなとは思ってますね。いろいろ企画やってきたと思うんですけど、はい、一番印象に残ってる企画とかありますか？花見をしに行きましょうってメイクの村上さんがひたすら必死にボートを漕いでくださり、楽しいね楽しいねって言って桜の枝触れて、何あれって急に言われてみたら、この大きな、多分この部屋には入れません、あの子はすごい、多分ここら辺に出てるかな、あの巨大な大ココハラちゃんが出てきたあの花見の回は一番衝撃的ですね。ええ、全く知らせずに行きましたからね。だってみんな知ってるはずだけど、改めて現れたらみんな知ってるのに笑ってましたもんね。いやすごいなって、いろんな YouTuber さん見てる中で着ぐるみを作るっていう企画はないと思うので、なんかいろんな人の心に刻まれたんじゃないかなって。多分今 マネージャー目の前でその動画を見てるのかな、わかんないけれど、なんか面白かったなって思いますね。なんか今だからこそ言える企画の裏側とかエピソードとか何かありますか？南さんの編集の力ってすごいんだなって。今これ撮ってる時も私の声のみで無音なんですよ。だけど配信されて見てみると BGM ついてて、こう見てくださる人に楽しめるような尺感でできてて、あ素晴らしいな、あ手届かない、素晴らしいなって思ったりするんだけど、なんだか南さんにはもう感謝感謝だなって。もう大ココハラちゃんの中の人でもありますしっていうのと、あとは何だろう、でも今まで何やってきました？朗読に、あありがとうございます、あでもいろいろドッキリもされましたね。子が突然現れてチャンネルを占拠されたり、なんだろうな印象。でもこれを見てくださってる方にはちょっと申し訳ないんですけど、あの月1でムーンの配信をしてるんですよ。生放送というか生配信かってやってるんですけど、やっぱり生の方はいつも撮ってる収録とは違くて、何が起きるか分かんないので、皆さんのコメントだったり一緒にいるみんなとのやり取りだったりで生まれる空気感っていうものがあるから、なんかそれはなんか新鮮っていうか楽しかったりしますね。ここで一人でなんかこう話してた回もあれば、お酒を飲んでる回もありましたし、あとはゲーム配信やったら全然できねえって頑張ってって応援するみたいな、なんかそういうのもあったり、みんなに楽しんでもらえるチャンネルでありつつ、みんなと交流できるチャンネルでもあるっていうところがまた楽しいなってすごい思いますね。あとはでもイベントでも言ってた、このチャンネルは時々というかドッキリが多いので気を抜けないなって思います。いつ何が起きるか何が起きるか分かんない。配信前も結構いつもバタついてるのと、バタついてるし、なんだっけ、お酒の会の時とか雑談廊下でしてたら始まってますよとかって言われて、とかって思った時もあったし、なんか自由でいいなって思います。今後やってみたい企画とかありますか？挑戦したいこととか何でもいいですけど、旅ロケみたいなのもしてみたいし、あとはちょっと話それちゃうんですけど、またお呼びしたいお友達とかもいるし、やったら実現しそうだな。上坂すみれちゃんととても仲がいいんですね。で軽く話を振ったら、コスプレパーティーができるって言われて、あのね、配信でバンされない程度のコスプレパーティーをするよって言ったら、さぞチャンネル登録者数が増えるでしょう。あ、ちょっと生々しいね。なんかそういうお友達交えたなんか企画とか、まあこれまでやってきてますけど、ズッチとかそれこそあおちゃんとかも来てくれているから、それも楽しんできたし盛り上がっていただけたと思うんですけど、スミペ呼んでとかもやってみたいし、なんだろう、あとやってみたいことあったんだけどな、なんかものづくりとかしに行ってみたいかも。陶芸とか、さぞ失敗して取れ高ができると思いますよ。1周年に多分もう少しになるので、はい、1周年企画もできたらとかと思うんですけど、やりたいこと、すごいニヤニヤしてますね。同じ内容になっちゃうんですけど、1周年企画でやりたいこととか、なんだろう、なんだろう、
キリをされそうな気がするんだよな。何がいいと思います？もっと考えてたけど吹っ飛んじゃった。海外。あー盛り上がってらっしゃいます周りが。どこに行けるかね。近くだったらちょっと現実にはありますね、アジア圏内とかね。私が行ってみたいプリンスエドワード島って言ったらもう大変なことになると思うから。スケジュールを取るのも大変だしとかいろいろあると思うけど、海外は確かに行ってみたいかもしれない。カメラ持ってお出かけとかもいいかもしれないし、今後多分ゲストも呼ぶことも増えると思います。はい、なんか普段その、声優業界の界隈のお友達以外で呼びたいゲストとかはいらっしゃいますか？声優以外？全く本人たちにやってないでしょ。母とかは多分恥ずかしいって言うから出てくることはないと思うんです。小原家は多分ないです。ただいとこなら陽キャの集まりなので、私もあんまり人見知りしないんですけど、いとこたちも誰も人見知りいないんですよ。とても楽しいパーティーみたいになると思いますよ。まあ多分顔出ししないとかっていうのもあったら映るのは私だけとかになっちゃうと思うんですけど、たくさんの私の黒歴史を聞けるとは。陽キャなんですね。陽キャだと思うな多分。あとと誰がいる？仕事以外だもんね。お友達呼んでもいいと思うけど、どこまで喋れるかわかんないし。話してみたい業界の方とかでも大丈夫です。芸人さん？コラボしたり。瀬戸康史さんです。YouTuber の瀬戸康史さん大好きなんです。どうなんだろう。あ、最近ベビーが生まれた。おめでとうございます。多分瀬戸さんは見てないこのチャンネルを。瀬戸さんもすごく好きだし、あと誰だろう、会ってみたい人。いや女優さんとか好きな人もいるけど、突然呼んだところで向こうが OK するかもわかんないし、来たところでいやちょっとあのファンですって終わっちゃう気がするから。誰呼べばいいんだろう。芸人さん？あ、でも天心向井さんとか以前番組にお邪魔、逆に私がお邪魔しに行ったりとかはありましたけど、絶対いた。誰か好きな芸人さん絶対いた。ちょっと思い出したらここら辺に出してもらおう。この人たちらしいですって入れてもらいます。はい、いつか一緒に出て一緒にコントとかして。コント？あ、じゃあぜひたらいをお願いします。ドリフターズ大好きなので。あとは、結構ファンの皆さんからコメントいただいて、それこそ偏見とか、質問とかあったと思うんですけど、ファンの皆さんに聞きたいこととかありますか？今後集めたい質問とか。あ、でもまあ10万人突破したから100の質問とか偏見はやったと思うんですよ。だから10万人記念で質問に答えるとか、多分 YouTuber さんやってる印象があるから、改めてちょっと空いてるしやっても楽しそうなのかなとも思うし、今後この番組でやってほしいことを逆に募集いたしますので、こちらの概要欄だって出ないです。なんかね、やってほしいこととかアイデア出していただけたら、より一緒にチャンネルを作っていってるっていう感じになるのかなと思うので。じゃあ最後、何か今後の目標というか、このチャンネルをどこまで大きくしたいかとか、何か夢があるぜひ。なんかでも基本私は声の仕事、お芝居の仕事をやっている中、こうまた違った形でこう皆さんにお会いできる場というか、お仕事をやらせていただいて、基本的にすごく楽しんで私はやっているので、さっきも言った映ってないスタッフの皆さんも楽しんでくださっているっていう温かい番組なので、その空気感を残したままより大きくしていけたらいいなとは思いますけど、あまりベースは変えず無理はせずっていうチャンネルのままの方がいいのかなとは思いますけど、なんか少しずつステップアップしていけたらいいかなと思います。いっぱいお外出たいです。あ、思い出した、やってみたいの、ハウステンボスに行きたいです。ハウステンボスですか？ミッフィーが好きなので、ミッフィーがいついるか知りませんが、いつか会いに行きたいなって思いますね。行かれたことは？あ、ないんです。あとは、あ、でもこれはどうなんだ、なんかジェットコースターに乗りたいって言ったらあれですよね、きっと乗ってるところのカメラとかつけられてすごいひどい映画撮られるから、あんまり明言しない、こういうやつ明言しない方がいいよね。バラエティ番組であるじゃん、ヘルメットかぶってこうやつ、あれはやりたくないから。バンジージャンプとか。バンジーは嫌です。スカイダイビングがやりたいんですけど、バンジーは嫌。なんでだろう。ジェットコースターすごい好きだから、多分夢の国だととてもとてもハードルが高すぎて難しいと思うんですよ。私富士急はすごく好きで、ただ何でも乗れますか？何でも乗れますよ。ただ
ね、髪は振り乱れる、メイクは落ちる、ひどい絵は撮れる、任せろじゃない、マグロマル神さんひどい絵が撮れる、ちゃなんか映像になりそうだけど、お化け屋敷なら崩れないかもしれない、一人でとか。すごい笑顔で酷なこと言いますね。一緒に入ってもらいますよ。大丈夫ですか？え、お化け屋敷ダメっていう人、あ、じゃあ一緒に入っていただいてまあでもいくつか出口あるの、私はしれっと出ますよね、それずるいわ、ずるいわ、やだよ、一人でカメラ持ってこうやって行くんでしょ。ここはらちゃんも連れて大丈夫です。多分置いてくと思う。村上さん大丈夫なんだよね。のぞき手を挙げてなかったじゃん。なんお化け屋敷か。ジェットコースターに乗りたいです。でも絵撮れないと番組的に面白くないしな。あまりにもし NG だったら見せられないよスタンプがあるので、最悪それで。ずっとだよ。乗る前と乗った後どうでしたか？楽しかったです。じゃあ次行きましょう。ひゃーずっと見せられないよ。それはどうなんだ？ジェットコースターで綺麗な絵を。ジェットコースターで綺麗な絵を。どんだけ綺麗な顔で乗れるか。乗れるかっていう。証明写真みたいな顔をずっとするの。ひゃーって言いながら疲れるよ。いつかジェットコースターも乗れたらいいですね。期待しないでください。はい、ということでいろいろ振り返ってみたり、やってみたい企画どんどん上がりました。どれだけ実現するでしょうか。ほとんど実現しないかもしれません。でも温かく引き続き見守っていただけたらと思います。番組まだ1年経ってないので、まあ、1年経ったとしてもまだまだこれからっていうチャンネルなので、引き続き皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバーイ。